黒部五郎岳に登るには2つのルートがあります。1つは黒部五郎カールを行く道です。もう1つは稜線を行くルートです。当初一般的なカールルートをピストンするつもりでした。しかし同室の2人に勧められて稜線ルートを歩き始めました。お花畑を過ぎると稜線の山歩きとなり、やがて峻険な岩場となっていきます。といってもまあ鎖場やはしごがあるわけではあり、まあ足場を確かめながら登ればどうということのない道でした。はじめはね、霧に閉ざされていたんですが、だんだんガスが晴れる時間が増え、笠ヶ岳が見えたり眼下のカールが見えたりします。稜線ルートはお花畑あり岩稜あり、さらにはライチョウとも出会えた楽しめる道でした。ピークをいくつか越えるともう山頂でした。氷柱がないんで初めは分からなかったんですが、黒部五郎岳というプレートが岩の上に置かれていました。補給を食べてるとね、山小屋で一緒だった人が登ってきました。長野からやってきたという長野乙女です。やはり稜線を来たとのこと。この夏は高間ヶ原の山小屋で働いてるんだそうです。なかなかチャーミングな人でした。山頂からの帰路はカールルートを降ります。黒部五郎岳の肩で、眺望を堪能した後、黒部五郎カールに下りました。カールから見上げる黒部五郎岳は雄大です。岩がゴツゴツしててね、男っぽい感じの山です。長野乙女がまだ山頂にいてね、手を振ってくれたんで、こちらもしっかり手を振って答えました。黒部五郎小屋に戻って早めの昼食を食べ、三ツ又蓮華岳目指して出発をしました。小屋からしばらくは急登です。標高差にして200メートルほど直登します。その後は緩やかな登りとなりました。昨日通った三ツ又山荘からの道と分かれ、三ツ又蓮華岳に向けてだんだん勾配がきつくなりました。そして山頂近くになるとまた緩やか。三ツ又蓮華岳から、宿泊予定のすごろく小屋まで行くには道が3つあります。稜線を行きすごろく岳を越える道と、すごろく岳の手前から逸れて小屋に行く中道と、稜線をトラバースする巻き道です。まあ一番時間がかからないっていう中道を進みました。稜線は風が強くガスが飛ばされてきます。景色もほとんど見えなくなりました。稜線からそれてすごろく小屋に向かったんですが、コースタイムの30分を過ぎてもなかなか小屋が見えない。疲れのせいか結局コースタイムの倍かかってしまいました。最後の下りがかなり足につらかった。すごろく小屋に着くとすぐ雨が降ってきました。ああよかった。今日のすごろく小屋は空いててね、部屋に一人だけ貸し切り状態です。今夜は人のいびきに邪魔されることなく眠れそうです。